レイトン教授と悪夢。こんな問題も解けないなら教授辞めた方がいいんじゃないですか。教授おはようございます。ルーク君、今悪夢を見てしまってね。頼む、見捨てないでくれよルーク君。そんなビビりなら教授辞めた方がいいじゃないですか。うまさ嫁。どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。ブサーマシーンです。今回はようやく塔に向かうことができるということなので、早速塔まで行ってみましょう。よっしゃ、いよれい、ゴーゴー。絶対なんか住民たちからさ、あ、坊やおるやんか。坊ややん。住民たちから何やったの。聞いていくパターンです。こんにちは、調査は進んでいますか。あ、聞き込みばかりで退屈でしょう。この謎で気分転換でもどうですか。いいね。ざます。おはようの謎やな。おはようの謎。本の虫。本の虫。繰り返しとるだけやな、さっき。図のように本棚に日本文学全集が並んでいる。この全集の第1巻第1ページに救っていた本の虫が第2巻の最後のページまで食い進んだとしたら、この虫はどれだけの距離を動いたことになるだろうか。おう、この全集の表紙の厚みは2ミリ、本の中身の部分の厚みは3ミリとして、3センチとしてミリ単位で答えてほしい。何、全集の第1巻第1ページに作っていた本の虫が第2巻の最後のページしたら、そうやな、64からやな。中身が3センチやろ。まず1ページ目からやったから、厚み2ミリ引いて62ミリってこと。え、最初にまず1ページの時に表紙は食ってないわけやろ、で3センチ進んで、表紙にぶち当たる、表紙ってか後ろ表紙、あ、なるほど、背表紙の2ミリにぶち当たって、32、でまた表紙2巻の表紙が2ミリ、で中身が3センチ、で2ミリ、64、いや最後のページまでやから、あ、64、背表紙は言ってないから64。え、これだよね、64やと思うけどね。どうなんやろ、任天堂マリオパーティー。マリオパーティーか。これダメやない。ダメやん。レベル5のレベル5のゲームで任天堂とか言ったら何もかもダメやったな。なんで64ミリじゃないの。ぶち殺すね。ぶち殺すなよすぐ。おいおい、わかんない。なんで、右なんやないやろ。なぜ、さずさずってなんやろ。第1ページが最後のページ、後書きがあるとか。最初にと後書きの部分があるみたいな。それ含め3センチしたけや。おかしいやつだ。そうか、日本文学全集っていうのがポイントになりそうじゃない。絶対違うやろ。え、だって日本とかじゃなくてもいいもん。だから日本語じゃない。あー、なるほど、絶対違う。なるほどとか言ったけど、あ、わかった、わかった、4ミリだ。え、なんで。日本文学全集は右開きだから、こっちスタート。あー、表紙と背表紙しか食べてない。なんでわかるとお前。え、すごい。こういうことじゃない。え、おい、すごいね。え、これすごい、ほんとに。いや、ほんとにすごい。これなのか。え、すごい。おほら、おー、すげえ、すげえ。なんで分かったと今、謎解明出る前に。え、え、違う、レイトンがにっこりしとったら正解なの。あ、そうなん、初めて知った。それも知らんかったんや。あー、そういうことだよ。そうそうそう。だって日本文学伝習っておかしいもんね。レイトンの世界観と合ってねえなってずっと思う。え、お前すごすぎるって。マジで。いや、ちょっとマジで感動してる。うん、彼じゃ簡単すぎたかな。今、先生が主役のミステリー小説を書いているんです。先生の活躍をもっと見れたらいい作品になると思うんです。だから頑張れ、キツオどもが、行け。絶対ここと思うよね。ここやろな。ほら、来い来い。あれ、まだ閉まってますね。なんじゃらほい。おい、この公園いつ開くんでしょうか。ざけんな。そういえば、この扉にも埃が溜まっているね。長い間使われてねえようだ。ここじゃないんやん。絶対このババアやんか。ああ、おるおるおる。こっちですよって言っとるもんね。またあんたかい。しょうがないね、占ってあげるから、この謎を解いてみな。ババアの声全部一緒説出てない。ちげえわ、ふざけんな。ああ、そう。そんなわけねえか。ガラスを割ったのは誰だろう。うん、俺は割ってないよ。お前だろ。割ったのは僕です。お前か。 A は割ってないわよ。割ってないのか。 B は割ってません。なんだ。犯人はこの中の誰か一人で B じゃないか。嘘をついているという。ただし割っていないのに嘘をついている人もいる。割ったのは誰か。だって割ったのは僕です。言っとらないけ。犯人はこの中の誰か一人で嘘をついているという。じゃあ絶対割ったのは僕ですじゃない。ただし割ってないのに嘘をついているのは誰か。この体つきはやっぱりトムだ。なんだ。結局犯人はこの中誰か一人で、犯人は絶対嘘をついている。うん、犯人は嘘をついているから B ではない。え、でも割ってないのに嘘をついている人もいるという。B は犯人じゃない。ことは確かだ。あ、割ったのは僕ですって言って B は割ってませんって言ってるね。あ、違う、割ったのは僕ですって言ってるのに、犯人は絶対嘘をついとるんよ。うん、犯人なわけがないやん。
犯人やとしたらこれが嘘になるけど、うん、割ってないことになるやん。で割ってないのに嘘ついてる人もいるって書いてある。そうだから犯人じゃないって言ったと。フィーは絶対に犯人じゃない。あーなるほど、うん、消去法消去法、うん、俺は割ってないよこいつや。あこいつはあり得る、うん、あそうなんや。 A は割ってないわよこれは、うん、まあ C の断定には至らんから。犯人ではないけど嘘ついてるってこと。そうそうそう、はいはいはい、やべ、俺が遅れた。出てこれてないもんね。D、B は割ってません。ってことは割ってませんって言うの。 A やろうな、これ。A は割ってないわよ。俺は割ってないよ。あ、一人なのかな。いや、一人よ、これは。一人なのかな。共同のとか1000件、こいつら。ほらね。おい、すごい、お前。溶けたよ。すごいですよね、皆さん。普通に皆さんに話しかけんの。いや、普通に考えてすごいですよね。何や普通に考え、普通に考え、明日は雨だよ。なんやその占いお前。あ、奥行ける。え、奥今まで行けんかったよ。え、お、行ける行ける。なんかあるかな。なんかありそうな雰囲気はあるけども、うん、この亀裂とか。亀裂にはねえやろ多分。ないね。行こうか行こうか。ないんですよ、塔へと続く道。あ、新キャラだ。うわ、どんな声なんやろな、楽しみ。うっしゃ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 、これ同じ声だ。うしゃ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 、この町には珍しいいい男じゃないか。あたしの謎を解いてごらん。お、謎なら喜んで解きますが、あなたは一体。カード持ってるね。むむむ、謎を解いたら教えてあげるよ。声でかこいつ。歌舞伎役者みたいやね。エースの確率。興味がやばい、この謎への。これは面白そう。ここにジョーカー1枚を含む1組のトランプ53枚が数字の面を下にして乱雑に並べられている。ここから1枚ずつ引いていくとして、ジョーカーを引く前に全部で4枚あるエースを全て引く確率は何パーセントだろうか。うん、数字の面を下にして乱雑、ここから1枚ずつ引いていく、ジョーカーを引く前に、あ、なるほど、ジョーカーを引く前に全部で4枚あるエースを引く確率か。パーセンテージか。え、じゃあ結構単純な話になるのかな。そ、なんか意外に単純なような気がするんだよね。そうね、こんななんか分数とかでレベル5はしないと思う。電卓を持ってこさせるような真似はレベル5はしないと思う。そうね、だから絶対そういう考え方じゃないと思う、ね、どうする、一旦やってみる。何が。あ、そうか、実際にやってみればいいのか。そう、実際にやって確率を調べれば、うん、で多分、まあ、100回じゃ心もとないし1000回ぐらいやれば、あ、そっか、正確なパーセント出るかな。なるほど、それでエクセル出して、うん、そうね。とりあえずじゃあトランプ買ってくるわ。オッケーオッケー、うちないけん。オッケーオッケー、じゃああと2日ぐらいかかるかな、うん、よし行ってきます。2日後。はあ、はあ、疲れた。意外に引いてしまったね。うん、あと520回か。2日で全然間に合ってねえよ。ヒント見よう。開けましょう、ヒント見ろ。1回1個で確率上がってなると考えていくけど、条件を絞り込んでみようって。おお、すぐ見るやん、お前。謎の問題文を整理すると、どんな順番でもいいから、ジョーカーを引く前に4枚のエースを引くかっていう答えです。実は他の48枚のカードは関係がない。ほう。そっか、他のカード関係ないか。あ、だから、うん、5枚で考えたらいいんだもん。80%。5枚のうち、うん、ジョーカーを引く前に、だからジョーカーを引いたらダメだ。だから 20% か。 20% やな。え、マジ 20% なんですか。 20% なのかな。でも 20% のような気がするね。僕たちの長い実験の意味は、うん、480回に及ぶ。来た来た来てしまったな。なるほど。あ、そういうことか。ああ、面白いな、確率の問題か。なんか、はい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 、中学生からやり直せって言われてるようだね。うしゃ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 、ごめーたー、あたしはマーサ、カードなのトランプなのそういった謎が好きなのさ。なるほど、強敵やな。むむむ、いい男も好きだけど。先生、早く行きましょう。おい、ルーク失礼やな。普通に失礼やな。あ、落ちてる。絶対これやん、これやな。絶対これやん、こんなもん。こんなもんはこれやろな。あ、先生、何か落ちています。ん、ノートの切れ端のようだね。お、ちょいちょいあるね。ラメが塗ってあるのかな。えらく光っていたのかな。光っとったわ。何が書いてあるか読めるかい。任せてください。さすがルーク君。マリア様を失ってからご主人様の傷はまだ癒えぬようだ。マジかや。マリア様の姿をそのまま写してあれを作ってみよう。あれ、きっとご主人様もお喜びになるはず。等身大のケーキか。なわけねえやろ。そうか、これを描いた人物はもしかすると人形使いだな。ご主人様の寂しさを埋めるためわしは頑張った。老人形の人かもしれない。今ではこんなにも街も大きくなり住民も増えた。おう、これでご主人様も寂しさを感じることはないじゃろう。え？え？これで終わりです。なるほど。先生、何か気になることがあるんですか？
まだ確証はないんだ。この町の謎は奥が深そうだよ。行ってみよう。えい。何？行き止まりです先生。え？ここ以外に道はないようだが。それにしても近くで見ると不気味な塔ですね。町の人たちが怖がるのもわかります。確かに暗雲立ち込めとるな。建築基準法もやばいやな。地震来たら一発よこれ。ルーク、よく調べてみよう。この壁に何か仕掛けがあるかもしれないね。おー、なになに、あるかもしれないよ。あ、あ、ムービーだ。ムービーは黙った方がいいか。ムービーはどうする、黙った方がいい、考えようぜちょっと、うん、ムービーってどうなんかな、みんな見たいんかな。いやでもムービーがみんな見たいの、あれこういうのはやっぱコメント欄で募るべきやない。そう、いやでもコメント欄を頼る時間はないやん、うん、今ムービーがもう流れてしまっとるわけやから。確かにムービー、なんかムービーの時はどうするかを今スッと答えを出さな、うん、ムービーが流れてしまうから。でもどう考えてもムービーは絶対に流した方がいいと思う。喋らん方がいいと思っちゃう。流した方がいいか。だって、うん、レイドン教授の不思議な街する人って、うん、今からする人ってなかなかいないと思うよ、ね、ああまあそっか。って考えると、うん、ムービーもやっぱり一つのあれとして楽しみたいわけよ。そっか、まだ見たことがない人は絶対ムービーを見たいわけやからな。そうそうそう、やけんムービーは絶対に、うん、あの流した方がいい。もうムービーが終わってる。もう全部喋ってる。消えた消えた。何がサカナクションやめ。んはん、チケットだ。あれ、ウェルカムって書いてあるね。ウェルカム先生、これは？これは Welcome to Starlight Parade のチケットだね。セカオはやめろ。これは彼女が拾ったヒントかもしれないね。え、どうしてあの子がヒントをくれるんですか？なんでか教えてあげようか。そんな気がするからだよ。ヒントか、またまたいつもの直感、違う、え、どういうまたまたこれ、またまたいつもの直感ですね。じゃあ公園の観覧車に行ってみましょう。あんまお前調子乗ると殺すけんな。なんでやって公園の観覧、あ、あ、くくく、引っかかりよったな。レイトンのお前は目障りだ。そろそろ消えてもらおう。おー、迫真の演技やったね。塔へ続く道を探せ、達成ありがとう。そうやな、レイトン殺しがおったね。レイトン殺しな、あいつ。じゃあ今日はこの辺にしとこうか。そうね、今日もみんなありがとう。え、ん、なんか鳴ってなかった今。鳴ってない、ね、なんか鳴っとったよ。鳴ってないっけ。え、じゃあありがとうございました。なんか鳴っとるやん。バイバイ。